皆さんこんにちは。私のチャンネルへようこそ。2月8日、東京都立川市のレストラン、オーベルジュトキと、で行われた将棋の王将戦七番勝負。主催、毎日新聞社、スポーツ日本社、の第4局は、藤井聡太八冠、21、が挑戦者の菅井達也八段、31、を破り、開幕から4連勝で3連覇した。 阿波野義雄、ジャーナリスト、勝った藤井は第4局を振り返り、振り飛車との対局は居飛車同士と比べ、中盤が長い将棋になりやすく、今回もそういう展開が多かった。長い持ち時間でじっくり考えられたのはいい経験になった。タイトル戦20連勝については、意識していなかった、と語った。菅井は、 1>, 1日目から苦しくなることが多かったので自分の研究不足が結果に出たと思うと振り返った先手の藤井が早々に2に角りとか交換に行くが菅井はこれを飛車で取り一時は向かい飛車のような形にその後菅井は飛車を3筋4筋と目まぐるしく振り返る両者 打ち込んだ角を馬とし、序盤から大駒が激しく動く展開になった。そして4筋で飛車がにらみ合った状態で、菅井は1時間35分と伊右今シリーズの最長時間をかけて40手目を封じた。2日目の朝、立ち合い人の中村周九段、61が開いた封じ手は多くの予想通り、にらみ合っていた飛車を取る4八ひなりだった。 だが、二日目はここから徐々に差が開いてゆく。藤井は八十五手目、自陣、二球、二竜を引く。馬も自陣にも聞いていて、菅井はなかなか美車の打ち込みどころがない。百二十一手目に藤井が、二二竜、とすると、菅井は潔く投了。午後5時52分だった。 ここから菅井玉が詰むまでは20手以上はかかるはずだが菅井は反撃の余地はないと見た貞政南女流二段とともに大盤解説を担当した戸部誠七段37は藤井の57手目1六扉をすごい手ですと絶賛したあえて動ける範囲が狭い場所前に1マス 左に1マスの2カ所しか動けない、に飛車を打ったのだ。一筋の歩を突かれれば、飛車が死ぬ可能性が高い。菅井は2、2六に飛車を打ち、藤井がこれを同飛車と取るが、3手後に3、3一金、と菅井は金を引かざるを得なくなる。事実そのように進んだ。戸部七段は会場で1、1六飛び、の打ち込みについて、 これは皆さん真似しちゃダメですよ飛車がすぐ死んでしまうからとも助言していた動けないはずのところへ飛車を打たれた菅井には誤算だったのだろう藤井の慶願だったこれで藤井は2020年夏の初タイトル棋聖ダッシュ以来タイトル戦20連覇大山康晴15世名人 1923から1992の記録を抜いた。乾燥戦後の記者会見で、大山名人とはどのような存在かと問われた藤井は、私自身は大山先生とだいぶ、世代が離れていて直接お会いしたことはないので、伝説上の方のイメージがある。奨励会時代に大山先生の寄付を並べたことがある。相居飛社の将棋だったが、 受けの手厚さはもちろん当時から結構先進的な将棋を指されていたのかなという印象があるその寄付を並べたのは自分としては勉強になることだったと思っていますと答えた藤井の将棋は特別な方がなく自在に応じる自然流と呼ばれた中原生16世名人76に似ていると言われることがある 1971年その中原が無敵の巨人大山を倒して新名人になった時の大騒ぎは筆者も記憶している大山一強と言われた時代に若き中原が登場し一躍将棋が注目された今対局で藤井の手厚く盤石な指し手を見て中原よりもむしろ大山の将棋に似ていると感じた例えば 大山は角が敵陣になり込み馬となりさあこれで攻めるのかと思ったらその馬をさっと自陣に引いてしまう相手が攻めあぐねているうちにじわじわと攻めていくのも全盛期の大山流だ今回の藤井はそんな将棋だった印象だ大盤解説で戸部七段は馬は金銀三枚分の力があると言われて言います これが自陣に引いているんですから、と話した。彼が、大山名人の将棋に似ているかな、と話したので膝を打った。この日の藤井将棋を戸部七段は盛んに、手厚い、隙のない差し回し、と評し、藤井八冠は攻め合いにすら持ち込ませてくれない。すごい、と話し、簡単仕切りだった。大山はある時対局中にいい手が見つかった時 そんなはずはない、そんなうまい手があるはずがないんだ、と自分に言い聞かせて、そういう時こそ熟考した、と解雇している。相手が投了するまでは、どんなに優勢でも絶対に緩んだ手を刺さないということだろう。石橋を叩く、盤石さ、手厚く最後まで隙がない。大山はまさにそんな将棋だった。トップ棋士ばかりとの対局を重ねるうちに、 藤井は自然と大山将棋の要素を備えていったのだろう。若き藤井は半世紀も前に歯を競い合った大山と中原という大棋士の持ち味を兼ね備えた無敵の棋士、への道を爆心している。情報を提供する。トップ、新着、ランキング、話題、社会、政治、国際、エンタメ、ライフ、ビジネス、スポーツ。 連載、『週刊新潮』『無料漫画』『ドクター新潮』最新情報をお届け。デイリー新潮とは広告掲載お問い合わせ著作権リンクご購入面積事項プライバシーポリシーデータポリシー運営株式会社新潮社コピーライトマルシーマーク新潮社を折るライツリザーブドべての画像 データについて無断転用、無断転載を禁じます。藤井聡太八冠がタイトル20連覇本人が、伝説上の方のイメージ、と語る大名人の気風に似てきた。国内社会、2024年2月12日、経験のない2日制の対抗型でしたがうまくさせた、と藤井八冠、撮影、淡野義夫、他の写真を見る。 振り飛車を復活させた菅井、戸部七段は菅井について、菅井八段がまだ初段くらいで私が四段か五段だった頃、戸部先生、一曲指してくださいよ、と言ってくる。ものすごい強さで、私は五回に一回くらいしか勝てなかった。今の活躍を見れば納得ですよ、と振り返った。菅井と同様。 少数派の振り飛車党の戸部七段は、そんなことからも菅井に一矢報いてほしかったのではないか。だが、結局、七番勝負は四局で終わってしまった。昨年の王将戦は羽生義晴九段、53との夢の対決となり、羽生が2勝して盛り上がった。菅井はその直後の栄王戦で藤井に挑戦し、 第2局で見事な差し回しで藤井に勝利していたので今回も大いに期待されただが柔軟かつ盤石の八冠の前にストレート負け藤井は叡王戦では序盤でペースを握られてしまうという将棋があったりそうでなくても中盤の難しい局面で急所がつかめずに時間を多く使ってしまったりということがあったので 今回の王将戦にあたってはその点を意識して練習将棋で対抗系の経験を積んだり序盤を深く考えたりということをして臨みましたとも打ち明けたこの1年で藤井がさらに先へと進化していたということなのだろう一方大盤解説場で会場から大きな拍手を受けた菅井は少し涙ぐんだようにも見えた悔しさを押し殺し最後に まあ、明日からも頑張って生きるしかないので頑張ります、と笑顔を見せた。菅井の活躍で稲葉洋八段、35、ら若手トップ棋士の間でも振り飛車が見直されているという。大きな貢献をしているのだ。大山はなんと63歳で名人戦に登場し、中弦に挑戦している。刀折れ、八つ切るまで、何度でも藤井に挑戦してほしい。 一部継承略、阿波野義夫、阿波野正夫、ジャーナリスト、1956年、兵庫県生まれ、大阪大学文学部を卒業、2001年まで共同通信記者、著書に、サハリンに残されて、三一処房、警察の犯罪鹿児島県警、渋士事件、ワック、検察に殺される、ベスト新書、ルポ原発難民、 牛出版社アスベスト化集英写真書などどこで思いますかコメントセクションをチェックして次のビデオを見てください。